昨年12月に男性2人から暴行される被害を受けていたことが明らかになった。アイドルグループ NGT48 の山口真帆23の公式グッズが急遽発売中止になったことが17日分かった。発売中止になったのは AKB48 グループの公式グッズを扱う通販サイト AKB48 グループショップで2月23日に予約販売受付が開始された NGT48 メンバーサインステッカー付きベースボールキャップ。5月下旬から順次配送される予定で、各メンバーのサイン入りステッカーが4枚付属しており、サインを各メンバーを選択できるもの。関係者によると、山口のサイン分については、製造中止が決定した。ショップの公式サイトには、メンバーの卒業、チームグループ変更等による商品のキャンセル及び、変更のご要望にはご対応できかねますことあらかじめご了承くださいと記されているが、山口のサイン分については自動キャンセルとなり全額返金されるという。メンバー名と写真が入る NGT48 個別アクリルヘッダーチケットケースなど NGT48 のその他グッズに関しては現状でも山口分の予約は受け付けている。